おっす、永田です。本日のクロスブースト実況を喋っていく機体はシャイニングガンダム。前回のドワンザク動画でさ、こいつは 2V1 機体ですみたいな、そんなことを言ってたと思うんですけど、この機体はさらにその上を行く真の 2V1 機体ということで、自分もね50戦くらい使ってきて、だいたい勝率が5割くらい、まあそんな感じのザ・シャイニングガンダムみたいな勝率なので、今回の試合は、まあ、いつも以上に噛み合った試合のピックアップですので、まあ、この動画を見てね、じゃあ使ってみようって思う人は、まあ、そこら辺しっかりと、まあ、理解してね、今回の動画を見てほしいなって思います。この機体ね、勝ってる視点だけ見るとめちゃんこ強そうに見えるからね、よくないねそういうのは。はい、そんなわけでクロスブーストのシャイニングガンダム、まあ、変更点からね、またつらつらと喋っていきましょう。まずはサムネにもバンと書いたこいつのスーパーモード、もしくは覚醒中の格闘チャージ、超級覇王伝英弾ですね。この技ね、こいつ以外にもゴッドガンダムとかマスターガンダムにもくっついてる武装ですけども、まあ、主にゴッドガンダムで猛威を振るってる印象かな。まあ、射撃バリアがついて、さらにダウン値が減少して格闘追撃でダメージも伸ばせるみたいな、まあ、この機体も例外ではなく、その強化点がまあそっくりそのままつきましたよみたいな、まあそんなわけなんで、まあ今回こいつを多めに使ってますね。まあせっかくの、まあ、新要素というか今までにない攻め方ですからね。と言ってもこの機体に限ってはスーパーモードと覚醒中っていう、まあ、時間制限がある状況下でしか使えないので、まあそうなるとゴッドとかマスターよりは使いにくいよねみたいな、まあわざわざそんなことをしなくてもフィンガーソードでぶったたいた方が早いぜみたいな状況も、まあ、てかそっちの方が多いと思うので、まあ、そこら辺ね、なんて言うんでしょう、相手の機体と相談して使うか否か決めた方が良さそうな感じがします。丸で、次に紹介するのが新武装の通常時射撃 CS のスモークグレネード。この武装ね、自分の記憶が正しければ第1話でしか使われたことがなかった武装で、まあ名前にもある通りね、ちょっとネロスガンダムと距離取るために、まあ、転がして煙幕プシューみたいな、そんな使い方だったんですが、まあ、今作は敵に直接ぶつけてデバフを与えるみたいな、そんな武装ですね。で、デバフ内容がね、まあ、相手のこう視力を低下させるというか赤ロックを減少させる、まあ、そんな効果があるんですね。これ困るんですかね。まあ新要素ということで、まあ、割とね多めにぶつけてきたんですけど、おーなんか相手赤ロック短くなって困っとんなーみたいな、そういうのはねちょっと体感しにくかったし、まあシャイニング自分から寄ってくんで、まあ、そこら辺も、まあ、そこら辺も相まってよくわかんないし、で、まあ、この武装はデバフ目的というよりかは、まあ当てたら、まあ、ちょっとね長いよろけ発生するので、まあ、そこら辺のねよろけ継続だったりだとか、まあ、ちょっと弾質がね下方向にちょい強みたいな感じなんで、まあ、そんなシャゲの投げ方みたいにねあんだけバカ強いってわけではないんですけど、まあ、それを生かして着地を取るみたいな、そんな使い方ですかね。ちなみにこの武装のためにセリフが新録されてて、ドモンが煙幕を食らえみたいな、そんなセリフを喋るので、ぜひドモンカッシュファン関智一さんファンはトレモの方で確認してみてはいかがでしょうか。そして他にはメイン射撃がすげえ大幅な変更を受けてて、前作まではね、まあ普通の無難なビームが4発撃ててみたいな、そんな感じだったんですけど、今作からはまあ弾速が速くて強よろけで回転率がいいんだけど、弾数が2発になってしまって、でさらに射程限界も短くなってしまった、あ射程限界がついてしまったかな、ということで、まあトライバーニングとかバエルのメイン射撃みたいな、そんなテイストの武装になったのかな。これはどうなんですかね。確かにね、強よろけばありがてえなって感じたけど、まあ、ちょっと離れると、まあ、射程限界がすぐ来てしまって、まあ、前作ここだとズンダできたなって距離が、まあ、弾当たらなくなってしまったので、まあ、そういうところは弱くなってしまったかなって感じです。あと弾足りねえな。で最後に通常時格闘チャージのスーパーモードの回転率が上がったというか、少なくとも時間経過で溜まる量は前作よりも多いですね。まあ、他にももしかしたら、まあ、火ダメでよダメでとか、そこら辺の溜まる量とか変わってるのかもしれないですけども、まあ、ちょっとそこら辺は調べることができなかったです。すいません。
まあ大体自分が気づいた調整点はこんなもんですね。まあまあまあ別にこうなんだろうな、コンセプト2分1、まあ、覚醒でぶっ壊すか、それとも全く近寄れないで死ぬかみたいな、まあ、そんなデッドオアアライブなコンセプトは変わってないので、まあそんなゴッドガンダム、ゴッドじゃねえわ、いや最近こういう言い間違い多いな、年か、いやまあそうじゃないと信じよう。シャイニングガンダム見ていきましょう。さて早速バンシーノルンの新要素の4発目の N サブに当たってしまって、そこからノルン追い詰めていきたいが、横から来たのはもう1体のバンシー。まさか量産されていたというか、このクロスブーストだと量産され放題のユニコーンガンダム2号機バンシー。スモークグレネードを起点として格闘コンボを突っ込むが、バンシーの速いカット、まあどっちもバンシーなんですけどね。さあ覚醒してなんとかでかい一撃与えていきたいが、まあとりあえず射撃 CS で手堅くダウンを奪って、この覚醒は終了。まあ、ちょっと、まあ、シャイニングの覚醒としては物足りないというか、まあワンチャンその1落ち後のねところで使っておけばよかったかなとか思ったりします。そんなわけで2機目コストは全部欲しいシャイニングガンダム、クーロンをバンシーノルンの方に押し出して、さあ2号の方のバンシーにメイン2射からシャイニングフィンガー、しかし一発もらってしまって、スモークグレネード頑張れなかった、あれ当たってればねちょっと褒めてもよかったのかなって思ったりするが、相方が覚醒してそれに便乗して後ろから行きたいが、横サブ強よろけの足止め、しかしガンガン前に行きたいが一人だけ取り残されてる感が半端ない。射撃 CS ポコッと当ててバンシー落としてそのままノルンに突っ込んでいきたい。メインを近距離でこすってからスモークグレネードをしっかりと下への誘導を見せてくれた。そこからシャイニングフィンガー突っ込むが、ちょっとバルカン分の補正が良くなかったが、まあとりあえず覚醒してシャイニングフィンガーソード覚醒技ででけえダメージ取ってから、覚醒中さ胸のところっていうかなんだろう、タスキみたいにマスタークロス羽織ってるのいいですよね。確かこれね解禁されたマキシブーストだったっけな、まあその時から確かあったと思うんですけど、なんか前作からねやたら視認性が良くなって、まあ、気づけたので、こういうのはどんどん見せてほしいですね。というわけで最後は格闘チャージの超級覇王伝英弾、しっかり斬新も見せてバンシーノルン撃破して終了です。はい、じゃあ4戦目ですね。お相手のモビルスーツがターン A ガンダムとガンダム X 魔王。さあガンガン出ていきましょう。クーロンガンダム押し出して、まあこれ前作からの強化なんですけど、まあクーロンは師匠のケツを押してやると誘導が強くなるので、まあなんとかねその形態で押し出したいところですが、さあもう一発クーロンが当たって相方が追撃してくれた。その間にもどんどん攻めていく。まあバルカンもね当たったら強よろけなんで、まあそこら辺もちょっと意識してパラパラやってみたりしますが、さあ敵の弾幕から一度逃げて、まあちゃっかりと地層移行もできたりするんですよ。全然成功率は高くないけど。さあまたまたクーロンが当たってちょっと受け身取られそうだったんで、メインから突角と行きたかったが、まあ普通にビームでカットされる。スーパーモード発動してどんなに苦しくてもやり遂げるが、上に逃げられたらそうもいかない。さあ上にメインで捉えて、そっから特殊格闘シャイニングフィンガー。スーパーモードなんでゲロビツキ、これめちゃくちゃかっこいいよね。ここでスーパーモード終了か。まあ、最後にあがきでデーナ放ってみるが当たらずだが、なんかスーパーマーうやむやで抜けたターン A に当たって、まず1落ち、そして1落ちさせられると、とりあえず覚醒が溜まってるので吐いてから、まあ、うんぬんかんぬんやっていきたいところだ。とりあえず X マンを落としておきたい。当たるクーロンガンダム、まあ、さすがの共有度、今日の師匠は絶好調だ。そして電影弾を当ててからのフィンガーソード2発で、まあ、とりあえず終了かと思いきや、キビス返してからの格闘チャージ、そして最後は覚醒技シャイニングフィンガーソードでターン A ガンダムを落として終了です。まあ本当、まあ、さすがシャイニングガンダムの火力ですっていった感じの試合でした。というわけで以上がクロスブーストのシャイニングガンダムです。まあ覚醒でドカンってのは相変わらずで、まあ個人的にはね、デバフおじとしては射撃 CS のデバフ内容をもうちょっと面白いものといっても、なんかあるかな。もう自分にスモークグレネード塗りたくってぶつけてさ、煙ボワって発生させて、ヒルドルブのスモークディスチャージャーよろしく誘導切りみたいなね、まあそんなの絶対ないんですけど、まあそこら辺でなんかもうちょっと面白いのがあればよかったなって思いました。
というわけで本日はここまで。ご視聴お疲れ様でした。次回の長田にもご期待ください。